ポンティアック。ポンティアックは、アメリカ合衆国の自動車会社、ゼネラルモーターズ、GM が製造、販売していた乗用車のブランドの一つ。1926年に設立され、84年間使用された、後、2010年に廃止された。キャデラックを最上位とする GM のブランド群の中では、注意に相当し、若年の購買層を主なターゲットとしていた。 スポーティーなキャラクターと比較的安価であることを特徴とした。ブランド名の由来はデトロイトのネイティブアメリカンのポンティアック首長でかつては首長の肖像を広告に多用していた。近年はアメリカとカナダ、メキシコのナフタ加盟国のみで展開され、販売網は商品展開が被らない GMC やビューイックと統合されていたが、 GM の深刻な経営不振を受けて2010年、限りでランドが廃止されることとなった。1926年にゼネラルモーターズ参加のオークランドモーターカンパニーの派生ブランドとして設立された。その後は同じゼネラルモーターズのシボレーなどと、シャシーやエンジンなどを共用したモデルを中心に展開した。この頃から1950年代半ばまでの ポンティアック社は、シボレーより、社格的に、少し格上で、優美さのあるスタイリングに特徴があり、主なユーザー層は、家庭の婦人であった。1950年代半ばまでは、スターチーフや、チーフ店など、ポンティアック主長、チーフをイメージした、チーフの名称がついたモデルや広告を多用した。その後1950年代後半に入り、 ゼネラルモーターズのシーモン・バンキー・クヌードンとジョン・ゼット・デロリアンがゼネラルモーターズの他のブランドの車種と共通の車台を利用し迫力ある鮮烈なデザインや高性能エンジンを搭載することでスポーティーな味付けを施したボンネビルなどの高性能モデルを投入した1960年代以降はグランプリなどのモータースポーツをイメージさせる名称の スポーツモデルを次々に投入し、ゼネラルモーターズ内におけるスポーティーなブランドとしての、地位を立ちし、イメージを一新することに成功した。ベビーブーマー世代が自動車免許を取得する年齢に、達し、一大購買層となった1960年代中盤に、入ると、他のゼネラルモーターズのブランドとの差別化を図るべく、さらに高性能化を進め、GTO。 グランツーリスモ・マラガートと名付けられた高性能オプションを複数のモデルに設定し、後に独立モデルとしたかい人気を博した。GTO は現在でもコレクターズアイテムとして高額で取引されている人気モデルとなっている。1967年、シボレーカマロと同時発売された同社とボディを共有するエンジン等はそれぞれディビジョンのオリジナルやや 上級志向のファイヤーバードを投入し、同モデルはベストセラーとなるなど、1960年代から1970年代にかけてブランドの絶頂期を迎えることとなった。その後、ファイヤーバードをさらに高性能化し、スポーティーな足回りを持たせた上に、オプションで火の鳥をイメージしたデカールを施したトランザムなどの派生モデルを投入た。同モデルは、 1970年代から1980年代にかけて映画トランザム7000やテレビドラマナイトライダーなど数々の作品で取り上げられ知名度を上げ高い人気を博し同時代の同社のイメージリーダーとなった1970年代に入るとオイルショックや日本車との競争などの影響を受けてダウンサイジングを進めサンバードをはじめとするシボレーや オールズモビルなどの他のゼネラルモーターズのブランドと共通の車体を利用したコンパクトやサブコンパクトモデルを投入し、セクレタリーカー、若い OL 向けの車、セクレタリーは秘書の意、市場に向けたモデルを充実させた。1980年代以降はミッドシップでボディ外反は全て女子生としたフィエロ、1983年8月に登場などの 意欲的なモデルの投入を進めたほか、ゼネラルモーターズの他のブランドと同じさらにダウンサイジングを進め、他のゼネラルモーターズのブランドと共通の車体を利用した全輪駆動の6000やグランダムなどの各半が望めるモデルを投入し、成功を収めた。しかし、1990年代に入り日本車などとの競争が激化した上に消費者の思考の変化を受けて、 販売台数が低下を続けたため、車種整理を進め、ファイヤーバードやフィエロなどのつての人気車種を廃止したほか、かつてはトランザムやグランダムが人気を博した日本市場から2000年に撤退した。アメリカ市場における SUV 人気を受け、2002年にはブランド初の SUV となるを導入したが、販売台数の低迷に歯止めはかからなかった。 なお同社は、その得意なデザインが、市場の反感を買い、イギリスの大衆紙である、デイリー・テレグラフが2008年8月に発表した、市場最も醜い車100選の1位に選ばれた。それでもポンティアックは、オーストラリアの GM 子会社、ホールデンの開発による、新型、GTO、ホールデン・モナーロの兄弟車クーペや、自社の上級セダンの、ボンネビルから、8シリーズ、同、 コモドアの兄弟車への代替、さらには、久々の二座席スポーツカー、ソルスティスの導入で、スポーティイメージの維持を図った。しかし、2000年代に入り、シボレーが、これまでのベーシック路線から、スポーティ路線に転換したことを受けて、存在意義が曖昧になった上、2000年代後半に入り、ゼネラルモーターズが深刻な経営不振に陥ったことを受けて、 ブランド廃止の噂が取り沙汰されていた。そして、この伝統あるブランドは2010年度限りで廃止されることが2009年4月27日に GM 本社から発表された。2010年10月31日、GM は正式にポンティアックブランドの終了を発表し、84年の歴史に幕を閉じた。 から抜粋日本ではかつて国際モータースや日英自動車、ヤナセ、東急モータース、WW テーラー、スズキなどが輸入を行っており、1980年代後半からは、中型のグランダムが輸入され、最も安いアメリカ車の一台となっていた。しかし、ブランドとしてのラインナップにとぼしかった上、グランダムにしても、同じ GM 系のキャデラックやサターンと異なり、 左ハンドルしか用意されなかったこともあり、売り上げ加工線をたどり、サターンと入れ替わるように正規輸入が停止され、2000年以降、日本でポンティアックブランドの車種の正規輸入及び販売は行われていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。